どうや、この頃は儲けてるのか。いやもう秋は遠年も相変わらずな、なんぞこの辺口がないかしらと思って方向歩いてまんねんけども、まあええことは皆人がするさかいな。あ、どうや、あんたはそういうのやったら、まあ余計儲からん仕事やけども、どうや、一日5円ずつになるねんやな、一銀か。え、一日5円？別にえらい仕事すんねない。ただ、ブラ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 してたらええねん。で、食事は向こうでちゃんとさせてくれる。肉や。牛肉？うまいな、そら。結構結構結構。一日5円になって、牛肉食わしてもろて。ああ、ええ仕事や。裸でいてもええねん。向こうでちゃんと着るもん着せてくれるわ。いいね。どこです？今度な、私の知ってる人がな、南洋から帰ってきて、あっちから猛獣をぎょうさん連れて帰ってな、動物園、移動動物園。へえへえ、巨魚はな、おお、子供の一番好きもんや。ところでな、中で一番大事にしてたライオンが、飛行の代わりで死んだんや。へえ、ライオンが。肝心なもんやろ。しょうがない。で、いろいろ相談を受けた。それで、お前に言うたらそれや。向こう行ってやな、そのライオンはすっくり皮だけ取ったよ。で、ライオンの皮ぐるみすっくりお前が体に来て、その檻の中でこうやって四つん這いに放って歩いてたらええの。何もすることあれへん。ブラ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 。食事は今言う肉や。代わりに生やで、ほら。生の牛肉食べさせてくれ。ご縁。ギャラじゃないか。何やじゃん、どうだんだ。なんぼないか、たんた。大本人な。別に偉い仕事やないやないか。檻の中でブラ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 してたらええねん。な、それも一日やってね、あれん。一日に何回と、どんちょを上げて見せるねん。どんちょが降りてしもたらお前の体で。どんちょ上がって人が見てる間、こうやってブラ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 歩いてたら。へえへえへえ。一日5円でな。どうや、うん、しょうがない、やりめん。ちょいな、5円の金ってのはな、儲かれしめよ。けど、どうでしょう、その牛肉でな。うん。それ、700円あり、真田牛はあっけるだけな。それだけがどうでしょう、こう、ちょっと、じゃがいもと玉ねぎと入れて、ちょっと炊いてもろて。だから、いいな、ライオンがそんなもん食べるかや。生で辛抱しなあれ。まあ5円には耐えられんわ。ではこれを5円に。何を言うてんねん、アホ。右のやつだ、ライオンのぬいぐるみを着せてもらい、移動動物園へ参り、檻の中入れてもらい、前はずっとどんちょうが下がっております。客が大勢寄ってきたところで説明士がどんちょうの外に出て、いよいよこれからライオンをご覧に入れます。説明が終わるとき、ぎっとどんちょうが上がるとやっとさ、堀の中であっち行ったりこっち行ったり。うわ、これは楽でええわ、こら。なるほど、こら、これで5円になったらごろいわ、こら。牛肉の生だけやつらいけど。うわぁ、冗談にしとるぞ、こら。どうです？え？ライオン。おー、ジェライオンやな、おじい。え？どうです、あの牙。これに顔しとるな、おじい。何の声を出すかや。いや、あれだんこや。あれだんやさっき。家の死の親父。こんなとこで家賃の催促知られんの嫌やで、俺は。どうぞ気のつきまへんように。いたい。あ、誰や。あ、里屋のせがりや、割りやっちゃう。竹でついてるから、ほら。どいとるか、こっちに。あいらんやさん来とるわ。横町のおめはん来てる。いや、おめはん、こんにちは。いや、俺、こんにちは。わかれへんのかい。俺は。どうです、けなもんに。怖いな、おじ、あんなもん山ん中出てようてみなあれ。弁士がまた出ていきます。ライオンばかりではお慰みがございませんから。この隣の檻にございます。虎。この大きな虎とこのライオン、どちらが勝ち馬するか、これより猛獣の噛み合いをご覧に入れます。うおー、えらいこっちゃ、こっちゃ、こんなむちゃんなや、な、な、約束にあれへんで、
あんな大きなトラ、トラと雷刺されてたまるかよ、俺。ギリ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 。鳥をそばにつけます。取り合いをじっと開けますと、トラがそれ、ニューン。うわー、キュッとキュッと。こらいかん、こら。こんな約束ない。そうです、見てんなあれ。ライオン、ライオンって言いましたか。あ、トラ見たらライオン小さくなってしまう。あのトラの一応言ってんだね。トラの方が強いわせ。うわー、そら、トラの方が強いわ。こっちは5円で雇われてんだから。そうね。うわー、うわー、勢いよトラがそばに出てきた。ダイオンになってるやつ、思わず助けてくれ。トラそばに寄って、心配すな、俺も5円で雇われてんねん。二代目桂三木助さんの動物園でございました。